こんな箱を使います。ただ主役はこの中に入っているものなんですけれども、こんなものになりますね。多分生まれて初めて見るような形のものかと思いますけれども、一つはこういう黄色いリング、黒のリングになります。この名前がマジカルヘキサゴンって言いますけれども、まあ、ヘキサゴンって六角形っていう意味ですね。これも六角形で、で全ての面にこう穴が開いてまして、ちらちら向こう側が見えるというような品物になってます。で黄色と黒の2色があるんですけども、まあ、どちらでも片方をですね、黒をですね外に出しておきまして、黄色の方は手で握っておきます。私の指は絶対に動かさずにしっかりと握り込んでですね、で今から黒と黄色がですね一緒にして入れ替わっちゃうっていうところをお見せしたいと思います。よくご覧ください。軽く覆ってやると黒が黄色に変わって、こちらは黒になってるわけですね。もう一度、今度はケースを使ってお見せしたいと思います。そうですね、また同じように黒のリングを外に出しておきますね。上から覆ってやりますと黄色が外に出て中は黒と。これ何度でもできます。よし、そうですね、黄色のリングをよくご覧ください。軽く撫でてやる、黒になって、もう一度黄色になると。じゃあ最後、これまでこの辺だけでやってますんで、私のなんか手先の技でうまいことやってるんじゃないかって思われるかもしれませんが、最後はですね、このリングの間に分厚い壁を挟んで、それでも入れ替わっちゃうっていうところを、お見せいたしますね。そうだな、まあ、また、黒をですね、テーブルの下に入れます。ちょうど箱の下あたりに当てておまじないをかけると成功しましたね。黄色、不思議なリングのマジックでした。